はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は全力学園高校投手のデッキについてちょっと考えていきたいと思います。なので今回はサクセスをやるわけではありません。まあ、ただ語るだけの動画になりますので、そこはご了承ください。まあ、いつもはね、サクセスやりながらちょっと、経験点とか見ながらねやっていったんですけれども、まあ、そもそもデッキをね、どうやって組んでいけばいいのか、どういう考えのもと、全力高校でデッキを組んでいけばいいのかというのをね、まあ、一枠使って話していこうかなと、思います。で、まずその全力高校の投手の組み方なんですけれども、基本は変化球練習で固めるということを前提にしておいて、で、変化球練習っていうのは、まあ、ちょっとこっちの画面を見ていただいて分かるように、技術ポイントと変化球ポイントと精神ポイントの3種類が稼げるようになっています。まあ、なるみがいるんでね、ちょっと、技術ポイントとかは乗っちゃってはいるんですけれども、まず変化球ポイントが一番稼げる。で、次が技術ポイント、そして精神ポイントの順番になってます。で、変化球で固めるということは、まあ、変化球ポイントが伸びるっていうのはそんなに、気にしなくて大丈夫です。で、他のポイントですね、技術ポイント、精神ポイント、そして変化球練習では稼げない筋力ポイント、この4つのポイントを、まあ、いかに底上げできるかということが、1つポイントになってきます。で、この底上げの方法なんですけれども、まあ、ちょっとボックスのテーブルとかを見ながら話していきたいんですけれども、まあ、ちょっとなるみがいいかな。なるみのテーブルを見てみると、技術ボーナス8がついて、さらに練習効果アップ30まで、つくような形になってます。なので、まずは、いわゆる基礎ボーナスと呼ばれるものですね。なるみで言うと、技術ボーナス8で技術を底上げする。で、さらに、練習効果アップで、3種類の点数を底上げするというような形で、技術と精神をいかに底上げするかというのが大切になってきます。まあ、あとはね、やる気効果アップとかでも底上げはできますので、まあ、一応そういうテーブルが全力高校では使いやすいキャラクターになってます。で、変化球キャラで技術ボーナスを持ってるキャラって、まあ、割といるんですよ。で、割といるんで、そこはね、そこまで、困らないと思います。で、いっちゃん困るのが精神ボーナスなんですよ。精神ボーナスをどうやって底上げしていくかということなんですけれども、そもそも精神ボーナスを持っている変化球キャラって、ちょっとこれ得意練習順で並べてあるので、ボボシナシグッサンだけなんですね。なので、精神に関してはボボシナシグッサンがいないと相当きつくなります。ボボシナシグッサンに関しては通常で精神ボーナス4で固有で精神ボーナスがつきますので、で、固有の精神ボーナスって多分6くらいつくと思うので、まあ、結局精神ボーナス10というところになります。だから全力高校で、まず精神を稼ごうとすると、帽子なしぐっさんがいないとちょっときついというところですね。と、あと交差点を、狙う形になりますと、やっぱりコントロール上限アップが必須になりますので、まあ、コントロール上限アップを持っているキャラに関してはつのちゃんになります。で、みちるちゃんに関してはメジャーコラボキャラなんで、全力学園では使えませんという感じです。まあ、なので本当に強いキャラを作ろうとすると、帽子なしぐっさん、つのちゃんの2人は、もうちょっと入れないとかなり厳しいかな。だから片方借りるとしても片方自前で持ってないと、まあなかなかちょっと辛いところはあります。で、あとですね、他にじゃあ、どういうキャラを入れるのかと言いますと、まあ、さっきのね、なるみに関しては、技術ボーナスと、まあ、タックもね、もちろん高いし、練習効果アップ PSR50 までいくと 30%、まあ、42とか、まあ、45とかでも練習効果アップがつきますので、なるみも使いやすいキャラクターになってます。で、あとはまあ虹谷ですね。で、虹谷もまずコントロール上限アップを狙おうとすると、やっぱりコンコツ持ってるとかなり助かるので、コンコツ持ってるし、変化球練習と、さらにですね球速練習がありますので、筋力も、2次谷で賄えるという形になってます。でさらに固有で技術ボーナスも持ってるし、35でね練習効果アップ20もつきますので、2次谷も、かなり使いやすいです。で上限アップとかしていけば、上限開放化していけばタックのパーセンテージも上がりますので、二次谷も、入れておいた方がいいキャラになりますと、あとですね、使いやすいキャラとしてはちょっと変化球の方に行きまして、神楽坂くんですね。で神楽坂くんに関しても技術ボーナス持ってて、で、やる気効果も一応持ってて、45までいきますと変化球ボーナスもつくので、変化球ボーナスというか変化球のポイントもかなり稼げます。で何よりねコツがいいですね。これも、前回あたりの動画で言ったんですけれども、全力高校で取れる金徳、不屈の魂の骸骨、打たれ強さ、そして、勝ち運がいるかって言われたらあれなんですけれども、勝利の星の、骸骨、勝ち運で、玉持ちが本当にいいですね。玉持ちは結構重いんで直取りしようとすると経験点をね相当持ってかれるんで、ディレイドアームの骸骨玉持ちを持っているところがさらにいいですね。で自身の、脅威の切れ味の骸骨切れも持ってますし、もしつのちゃんで、超尻上がりを取ろうとすると尻上がりのコツも持ってる、そして脱散も持ってて、リリースに関しては直取りを、していいコツなので、もう本当に神楽坂君に関しては全力高校、かなり相性がいいですね。コツの相性が相当いいですね。でもちろん神楽坂君自体も単独で強いキャラになりますので、ぜひ入れていきたいキャラになります。で、今のところで言うと前後のバランス、いわゆる前イベと後イベのバランスで、もう神楽坂くん、帽子なしぐっさんでつのちゃんの3人で前イベが確定してるんですよ。でそこから、後イベの、まず二次谷を、入れますと、二次谷入れて、であと後イベの、鳴海を入れて、じゃあもう1人後イベ誰入れようかなということで、俺の動画ではまともとかを入れてたんですけれども、テンプレ的にはやっぱりサンタチがいいですね。サンタ立川がどこにいる？あ、いたいたいた。俺 PSR 持ってないんですけれども、サンタ立川も、練習効果アップがありますので、練習効果アップで技術と精神を底上げすると。でそしてですね、サンタチのいいところは得意練習率アップが30でつくのと固有でつくということがあって、なるべくねやっぱりそのタッグを組みたいので、得意練習率アップのあるさんたちがテンプレになろうかと思います。でさんたちに関しては PSR50 で練習効果アップ30がつきますので、そこら辺を揃えていけるとかなり、強いデッキになると思います。であとはそのやっぱり持ってる持ってないっていうそのキャラをがありますので、じゃあ持ってないときはそもそもどういうキャラで代用していくかというところですね。でそれを考えていきますと、まずマグロくんに関しては、精神ボーナスを持っているキャラになります。で45になりますと精神ボーナス6がありますので、もしね、帽子なしぐっさんがどうしても入れられないというのであれば、マグロくんを入れて精神ボーナスを稼いでいくと。で、50になりますと練習効果アップ30もつきますので、もし PSR、50のマグロくんを持ってたりすると、マグロくんも精神稼ぎ容易にいいと思います。あとやっぱり強いキャラとしてはアーサーも、強いですね。でどうしても精神が不足してくるんで、先発の投手を作ろうとするとスタミナがねやっぱりなかなか伸びないんで、そこをねアーサーで補うというのもありだと思います。アーサーも練習効果アップ20が35で、つきますと。あと割と悪くないのは、二刀流ルナちゃんもいいかなと思ってます。やる気効果アップでね、一応ちょっと技術と精神だから、やる気効果アップをもし重ねることができれば、技術精神が伸ばせると。で二刀流ルナちゃんはエピローグポイントもねくれるので、経験点的にはかなり悪くないと思います。タックのパーセンテージも高いんで、二刀流ルナちゃんも1つ候補に入れていっていいと思いますと。あとねちょっと微妙なのがやっぱりねまともですね。でまともは技術ボーナスがすっげえあるんですよ。技術ボーナス12で45になりますと技術ボーナス16という形でめちゃくちゃ技術が稼げるんですけれども、まあ、ちょっと他のキャラでね、技術は賄えるんでまともを入れてまで技術が必要かと言われるとそうではないですね。でかつですね、まともの金徳が、ど根性になりますんで精神をねめちゃくちゃ持ってかれるんですよ。だからちょっとまともはね全力投稿に関してはあんまり相性がいいとは言えないです、技術が余って精神をめっちゃ使うんで、まあ、あと金徳不確定っていうところもありますのでまともはねちょっと本当に入れるキャラがいねえってならない限りは、そんなに出番は、ないと思います。あと変化球キャラをちょっと見つつ、いきますとそうですね、じゃちょっと1人ずつ見ていきますか。伊野尾くんに関してはもうちょっと本当に変化球キャラになるので、この固有でついているね練習効果アップがいくつなのかっていうところがちょっとよくわかんないんですよね。5 なのか10なのか、まあ、練習効果アップ10だったらいいかもしれないけど5だったらちょっと微妙だよねという感じで、エレキに関しても、まあ、一応やる気効果なので、まあ、本当にキャラが揃ってなくてやる気効果で技術変化球精神をまあ底上げするというのだったらいいかもしれないですと。で野球マン1号に関しても、変化球ボーナスがすごいので、まあ、本当に変化球要員です。でキノコに関しては PSR もし50にできれば、練習効果アップ30がつくので、まあ、悪くはないと思います。一ノ瀬もね一応固有で練習効果アップがついてるので、まあ、多分ねこれ5だと思うんだよね一ノ瀬の時代は。で練習効果アップ5の練習効果アップ5で練習効果アップ10とでもし50になれば練習効果アップ15になるのか。だからこの固有がもしね練習効果アップ10だったらまあレベル50で20になるんで、まあ、一ノ瀬も悪くはないとは思うんですけれどもまあ他のキャラ使うよねと。で神楽坂くん、まあ、靴とかここら辺はもう見なくていいか。で暗黒スバルですね。で暗黒スバルに関しては技術ボーナス持ってなかったっけこいつ。ちょっと待ってね。あ、持ってないんだ。あ、覚醒すると技術ボーナスがつくんだっけ。得意練習率アップと根骨と、変化球ボーナスがあるので、タックも高いし試合権限点ボーナスもあるんで、まあ、悪くはないけどイベント数が重い。そうそうそう、グッサンもねイベント数が6回あるんで、まあ、どうしてもね前4とかにはしづらいんですよね。まあその関係があるんで、前指キャラはもうほぼ固定になっちゃいます。神高とかもねテーブル自体は悪くないのとあと体力をめちゃくちゃ削ってくるので、なんだっけその全力魂みたいなやつが、めっちゃ上がっていくんですけれども、まあそんな頻繁には、使わないキャラにはなります。まあ、一応ですねさっきのテンプレのものを基本にしつつあとはどうキャラを入れ替えていくか、まあ、持ってない人についてはとあとまあ稼ぎたいポイントとかのね、バランスを考えて、全力高校のデッキを組んでいければと思います、まあ、これがね、投手のデッキの組み方の基本になるのであとは持っているキャラ、借りなければいけないキャラを考えて、まあ、作っていけばと思います。で今回は、投手これで終了したいと思います。で野手に関してはやっぱりどうしてもね打撃の精神ボーナス持ちっていうのが今のところ全然いないんで、今、全力高校をやるのであれば、投手の方をおすすめしますと、いうところでじゃあ今回はこれで終了したいと思います。まあ、何かね質問とか、あとこういう風にデッキ組んでもいいんじゃないですかというご意見等あれば、コメント等でお知らせいただければと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。